栗は日本海軍の駆逐艦、モみ型駆逐艦の4番艦である。対象年間製造の旧式艦ながら、戦時中の大半を上海根拠地帯に所属して過ごし、上海周辺の紹介や戦艦護衛に従事した。姉妹艦21隻のうち、終戦まで駆逐艦隻のままで行動した数少ない艦として知られる。1917年度計画により、 クレ海軍交渉で九百十九年十二月五日に、気候、九百二十年三月十九日に浸水した。四月中旬、三番手法と、魚雷発射間未装備の状態で、全力講美を行い、時空馬力二万三千六百 s h p において三十五点2ノットを記録した。この時、煙突から黒煙を吐き出しながら、高速で公焼を行う道館の写真が、 残されている。1920年4月30日に竣工竣工と同時に二島駆逐艦に類別され、佐世保鎮ュ府席となり、姉妹艦の二例ともに、佐世保鎮ュ府部隊第26駆逐隊を編成する。1921年12月1日、第26駆逐隊は、第1艦隊第1水雷戦隊指揮下となる。1二十八年十二月十日、 第26駆逐隊は、魔皇陽光部部隊指揮下となる。1932年、第26駆逐隊は、第1次上海事変に参戦し、様子交流域の作戦に従事する。1933年11月15日、第26駆逐隊は、第3艦隊第11戦隊に編入される。1934年、第26駆逐隊は、 マコを基地にして、家中方面で行動した後、主に長江沿岸で警備任務に従事する。1936年12月1日、第26駆逐隊は解体され、栗は第11戦隊直属となる。1937年7月からの日中戦争にも参加し、中国沿岸での作戦に従事。1938年6月13日、 武漢攻略作戦に参加中、栗は姉妹艦である図が、連と共に、安計に兵員を揚陸する。10月20日、第3艦隊は死な方面艦隊指揮下となる。1939年11月15日、死な方面艦隊指揮下に、第13戦隊が編成されたことに伴い、第13戦隊に編入される。1940年11月15日、 第13戦隊の解体に伴い、上海方面根拠地帯に編入される。太平洋戦争開戦時、栗は上海根拠地帯に所属。1941年12月5日、栗は上海を出港し、同日中に五省に移動。7日、五省を出港し、紹介に従事する。8日、長江川口部のあまり三島南一帰りの浅瀬に、 座礁した、米花客船プレジデントハリソンを捕獲するべく、現場へ向かう。同日1800、栗は現場に到着し、プレジデントハリソンを脱砲することに成功する。脱砲後、プレジデントハリソンの離床作業が行われた。いくつかの重量軽減策を行った後に栗が、栄光して離床させようとするが、船体の動揺が激しく、 ロープが切れるなどして、なかなか成功しなかった。栗はタグボートに後を託し、現場を離れる。10日、上海方面根拠地帯は、シナ方面艦隊に編入される。16日、栗は上海に到着。17日、輸送船団護衛のため上海を出港。20日に護衛任務を完了し、再度紹介に従事する。30日、栗は、 上海に到着し、整備を受ける。この時、2番手法を撤去し、後に96式 25mm 連装機銃2機を装備した。また、完備の総海用設備を撤去し、爆雷投下機場2条と爆雷発行を搭載した。整備完了後、栗は再び、上海近海の紹介を行う。1942年1月12日、栗は紹介を終えて、 上海に到着する。29日、紹介のため上海を出港。2月6日、ダホしたノルウェー急南線ホルダー、非貨物線アーガスを護送中にノームによりダホ線2隻を見失った特設運送船笠木山丸と会合。前日5日にダホ線2隻が津賀と合流していたため、3隻を再び会合させた。10日。 特設法官第五信広丸二三隻の共同を任せ、戦団から離れる。16日1100、上海に到着。21日1300、上海を出港し、マニラ、コレヒドール東方位の支援をするべく、リンガエンワンに移動する。25日、第三、南遣い艦隊に編入される。27日、栗リは、リンガエンワンを出港し、オロンガポニ移動。 3月2日2130、オロンガポを出港。4日0700、ミンドロ島、プエルトガレラに到着。同日1700、プエルトガレラを出港。7日0830、イリン海峡に到着し、紹介を行う。10日1200、オロンガポに到着。13日1800、オロンガポを出港し、18日0800に、プエルトガレラに到着。 同日1630、プエルトガレラを出港し、紹介を行う。19日1930、プエルトガレラに到着。23日2300、プエルトガレラを出港し、24日09002、スービック湾に到着。31日0740、スービック湾を出港し、マニラ湾の紹介を行い、4月5日1432、ナスグブ湾に到着。 8日0600、ナスグブワンを出港し、1ヶ月の間マニラ案内を紹介する。5月10日、上海方面根拠地帯に復帰する。11日、栗はマニラ湾を出港し、15日に上海に到着。24日、上海を出港し、紹介を行う。6月6日、上海に到着し、1ヶ月ほど上海にて待機する。 7月21日、上海を出港し、紹介を行う。8月、上海とマコウの間で、船団護衛に従事する。9月17日、上海に到着。21日、上海を出港し、紹介を行う。10月18日、輸送船団に合流して、船団護衛を行う。20日、船団護衛を終えて、紹介に戻る。22日、 上海に到着。26日、上海を出港し、紹介を行う。11月11日、神戸丸と天山丸の衝突事故による遭難のため生存者捜索に従事する。15日、上海に到着。17日、上海を出港し、紹介を行う。二十日、上海に到着。十五日、コ皇行きの輸送船団を護衛して、 上海を出港。27日、船団は、マコーに到着した。28日、マコーを出港して、紹介を行い、12月1日に、上海に到着した。21日、陸軍輸送船大井川丸、同朝日森丸、同パー、生丸、同健康丸の4隻で編成された6号、輸送船団 B 艇団を護衛して、上海を出港する。 二十四日、船団は、魔皇に到着する。二十五日、魔皇を出港し、紹介を行う。九百四十三年一月五日、栗は、魔皇に到着。同日、六号輸送船団を、津が、蓮と共に護衛して出港し、トラックへ向かう。同日夜、二島駆逐艦三隻は、統計百三十六度線上で、駆逐艦歩風、長月。 白雪、第2号区選定、第11号区選定、特設奉還、第2号長案丸に、戦団の護衛を任せ、戦団から分離した後、紹介を行う。15日、上海に到着。20日、栗は、上海を出港して、紹介を行う。2月19日、上海に到着。24日、上海を出港して、紹介を行う。 3月22日、上海に到着。25日、江南造船所にて渓流海中、工作船早瀬と接触事故を起こし、3日間にわたって修理を受ける。31日、栗は輸送船団を護衛して、上海を出港。4月3日、船団は佐世保に到着した。5日に佐世保を出港し、6日に、 第144戦団と合流して高尾まで護衛を行った後、7日に上海に到着。9日、上海を出港して、紹介を行う。20日、上海に到着。24日、上海を出港し、五省に移動する。26日0 6 0で、陸軍輸送船両用丸、同広島丸の2隻で編成された第10号、作戦輸送船団を護衛して、 五章を出港。二十八日、栗は、船団から分離し、紹介を行う。同日、船団は、高尾に到着した。五月四日、栗は、上海に到着。五日、上海を出港して、紹介を行う。十九日、上海に到着。二十四日、上海を出港して、紹介を行う。二十九日、 北緯31度20分統計122度30分、北緯31.333度統計122.500度、3 1 3 3 3十2 2 5 0 0の上海近海で、上海に向かっていた助大25船団が、米潜水艦ソ理リーの攻撃を受け、陸軍輸送船後見3丸が沈没、貨物船箱崎丸が損傷する被害を受ける。の警備 対戦相当を行い、栗もこれに合流する。翌30日1400、対戦相当を終了し、栗は、高検産丸上院を救助する海から分離し、紹介を再開。6月5日、上海に到着。9日、輸送船7隻で編成された輸送船団を護衛して、上海を出港。13日、船団は魔港に到着。十四日、 マコを出港して、紹介を行う。22日、上海に到着。23日、上海を出港して、紹介を行う。24日、火事の故障により、南木山島周辺で周回し始め、南木山島110度、19海立地点付近でた302千段下流の陸軍輸送船芝栗丸が栗の右辺に衝突して浸水する。損傷した栗は、 特設奉還第1号新興丸の栄光で、上海に向かう。25日、七口洋に到着し、連が合流する。26日、連が栗を栄光して七口洋を出港。第1号新興丸は、その栄を行う。28日、旧南線県営線の笠島が合流し、第1号新興丸と交代して、栗と栗を栄光する連を護衛する。 翌29日、栗、蓮、笠島は、上海に到着。栗は、江南造船所に入居して、修理を受ける。9月7日に修理完了となった栗は13日に、上海を出港して、対戦相当を行う。14日、五省に到着。19日、輸送船3隻で編成された、他803船団を護衛して、五省を出港。十一日、船団は、 マコーに到着した。24日、輸送船11隻で編成された第206、船団を駆逐艦潮風と共に護衛して、マコーを出港。26日、栗は船団から分離して、紹介を行う。29日、上海に到着。10月4日、上海を出港して、紹介を行う。17日から29日まで栗は、 戦団護衛に従事する。その後、上海に戻った。11月4日、上海を出港して、紹介を行う。9日、上海に到着。12日、上海を出港し、紹介を行った後、打904戦団を護衛する。12月4日、戦団は、マコーに到着した。6日、マコーを出港して、紹介を行う。 7日、ダ603戦団に合流し、護衛を行う。10日、戦団は、マコウに到着した。14日、マコウを出港して、紹介を行う。18日、上海に到着。24日、上海を出港して、紹介を行う。26日、輸送船2隻で編成された、ダ202戦団が護章を出港してきたため、この戦団の護衛を行う。 29日、船団は、マコに到着した。1944年1月2日、栗は、マコを出港し、同日中に、高尾へ移動する。3日、高尾を出港し、紹介を行う。6日、1K 型戦時標準貨物船ヒスズマル他で、編成されたヒスズマル船団に合流し、護衛を行う。7日、船団は、キールンに到着する。十一日、 キールンを出港して紹介を行う。途中、第127船団に合流し、護衛を行う。18日1455、船団は高尾に到着した。19日、栗はマコへ移動する。24日、マコを出港して紹介を行う。2月12日、輸送船団と合流し、護衛を行う。日、団は、 マコウに到着した。二0日、輸送船団を護衛して、高尾に移動。二十二日、特設運送船箱崎丸、陸軍輸送船三萩丸、火客船シアトル丸等輸送船十五隻で、編成されたタモ十二船団を、第三十八号昇海艇と共に護衛して、高尾を出港。二十三日、キールンから出港してきた、火客船カモ丸田輸送船一隻が合流し、 貨物船海口丸、同三崎丸等輸送船7隻が船団から分離。栗も船団から分離し、25日に上海に到着した。26日、一等巡洋艦出雲を護衛して、上海を出港。28日、2隻は佐世保に到着した。3月6日、佐世保を出港し、9日に上海に到着。11日、輸送船団を護衛して、 上海を出港。18日、船団は高尾に到着した。22日、輸送船団を護衛して高尾を出港。25日、船団は上海に到着した。その後、上海を出港し、紹介を行う。4月2日、輸送船団と合流し、船団護衛を行う。5日、船団は高尾に到着した。7日、 林徳船団を護衛して、高尾出港。8日に、船団は、キールンに到着した。10日、栗は、キールンを出港して、紹介を行う。11日、上海に到着。17日、上海を出港して、対戦相当を行う。19日、対戦相当を終了し、紹介を行う。20日、上海に到着。22日、 上海を出港して竹市船団に合流し、護衛を行う。同日、宝冠畑が船団から分離。翌23日には宝冠宇治が船団から分離し、第101号総会定が船団に加入した。連合軍は竹市船団の出港を知らせる暗号無電の解読に成功しており、通信解析により船団の深度が南であることも察知した。 この情報に基づき、米戦ジャックが竹一戦乱の攻撃に向かう。25日午前、ジャックは北緯18度06分統計119度40分、北緯18.100度統計119.667度、18.100119.667のルソン島北西沖で戦乱を発見する。ジャックは攻撃位置への移動を試みたが、 日本の潜水艦が現れて回避しなければならず、失敗した。数分後、日本の航空機がジャックを発見して、攻撃を加えたが、船団は特に進路を変えようとはしなかった。ジャックは急接毛艦白鷹の煙突から出る肺炎を目印にして、昼頃には再び船団に接触することができた。日没1時間前に、ジャックも浮上して、攻撃を仕掛けようとしたが、 またも日本軍機に攻撃されてしまい先行せざるを得なかった。夜になってから、ジャックは浮上して、船団との接触を保ち、月も沈んだ闇の中で攻撃を行った。日本の護衛艦,艦艇の警戒が厳重で、船団内部への侵入は困難だったため、ジャックは船団の外から、魚雷を船が密集しているあたりへ打ち込むことにした。26日未明に魚雷を6本発射。 うち4本を2隻の6000トン級輸送船に命中させて1隻を撃沈し1隻を撃破したと判断した。1時間後の02372魚雷を計10本発射。うち6本を命中させ5000トン級、6000トン級及び7000トン級の各級輸送船を1隻ずつ撃沈したと判断した。2度目の攻撃から再び1時間を置いた034に 艦尾発射艦から魚雷を4本発射しようとしたが、発射艦1機が故障で開かなかったため3本発射。この攻撃では5500トン級輸送船の撃破を報じた。この3度目の攻撃により、陸軍輸送船第1吉田丸の3番戦争全部他に、魚雷2本が命中。同船はわずか3分で船首を60度に立てた状態で沈没した。 残りの船団は29日にマニラへと入港した。同日、船団から分離した栗は同じく竹一船団から分離した解剖艦倉橋第2十号解剖艦と共にマニラを出港し、同日中に非59船団に合流。5月2日、船団はマニラに到着し、ここで解散となる。四日、海軍庁用船鉄用マルト輸送船九隻で、 編成されたまた19船団を、倉橋、第20号海防艦、第17号総海艇と共に護衛して、マニラを出港。途中、鉄陽丸の反転、特設総海定第3択南丸の船団への加入があり、9日に船団は高尾に入港した。11日、輸送船8隻で編成された多も19船団を、第17号総海艇。 特設区選定第3択南丸と共に護衛して高尾出港。15日、栗は船団から分離し、同日中に上海に到着して整備を受ける。この時、全部魚雷発射管を撤去し、全部マストの三脚か、後部マストに13号電探の取り付けが行われた。20日、多摩19船団は文字に到着した。整備完了後、 栗は6月14日に試験のため上海を出港。17日から紹介を行う。21日、上海に到着。24日、上海を出港後、第406船団に合流して、船団護衛を行う。30日、船団は高尾に到着する。7月1日、陸軍輸送船、赤月勇丸、同行運丸、貨物船日東丸。 第28共同丸で編成された第91、戦団を水雷艇発狩りと共に護衛して、高尾を出港。3日、戦団は、米戦シーホースに発見される。深夜、香港南東沖で攻撃を受け、赤月勇丸と日東丸に魚雷が命中し、いずれも沈没した。翌4日、未明、再度の攻撃を受け、第23共同丸に魚雷が命中し、 沈没する。護衛艦2隻は反撃を行うもシーホースを取り逃がしてしまう。5日1540、船団は香港に到着した。9日2300、栗は船団を護衛して香港を出港。11日2142、船団は高尾号外に到着し、翌12日に高尾に入港した。以降は高尾香港艦の船団護衛に従事する。 17日095零高尾を出港。18日0718、香港に到着。19日1052、香港を出港。20日0920、高尾に到着。23日1150、高尾を出港。24日0942、香港に到着。25日1655、香港を出港。26日2330、 高尾に到着。28日0900、第92戦団を護衛して、高尾を出港。29日、北緯21度10分統計115度48分、北緯21.167度統計115.800度、2 1 1 6 7 1五5 8 0 0の、公海湾沖70海に地点付近で、B-241 機が来襲してきたため、 対空戦闘を行う。翌30日0705、船団は香港に到着した。その後、マコーに移動し、整備を受ける。整備完了後、栗は9月10日0928に、マコーを出港し、同日1455に、高尾に到着。15日0933、輸送船4隻で編成された保護百0 4船団を、護衛してタカオを、高尾出港。 17日0129、北緯21度55分統計116度30分、北緯21.917度統計116.500度、21.917、116.500の地点で B-24 と遭遇し、対空戦闘を行う。同日1728、戦乱は香港に到着した。23日0248、 貨物船助手号体輸送船一隻で編成された臨時船団を護衛して香港を出港。翌24日、台風に遭遇して船団と分離してしまい、主機械が故障したほか、上部構造部が流出したり破損したりする。翌25日1256、魔港に到着して修理を受ける。修理完了後の10月3日、高尾に移動する。5日、 輸送船一隻で編成された保護109船団を特設苦戦艇海南丸と共に護衛して高尾を出港。同日、船団はマコーに到着した。7日、船団はマコーを出港。8日0830、車廊核沖で第102号総海艇が船団に合流。同日、船団は香港に到着した。10日、香港第2工作部で整備を受ける。 17日に整備完了となった国は、21日に2、AT 型戦時標準応急タンカー、阿蘇川丸、火客船北船岸、同飛士型丸等輸送船8隻で編成された、ホタレイチ船団を、連、第176号船特務艇、第177号船特務艇と共に護衛して、香港を出港。同日、連が、船団から分離する。 25日1 3 0五船団は、高尾に到着する。26日、高尾を出港し、紹介を行う。30日、高尾に到着。11月2日、10月25日に、ミ十3船団を攻撃中に自らが発射した、魚雷が命中して沈没した米船、タングの調査と捕獲のため、栗と急難船2隻で調査隊が編成されたが、栗は、 この後予定されている、船団護衛が終了次第合流となった。4日、1C 型戦時標準貨物船日海丸、に2アンペア型戦時標準貨物船大ヒサマで、編成された、ホ402船団を水雷艇発狩りと共に護衛して、高尾出港。同日、左絵沖きに停泊。同日中に、船団は、航行を開始し、6日1521に、浅水湾に到着。 7日1250、船団は、浅水湾を出港。1359, 日海丸が、食雷し損傷する。1415, 青州島50度、1500メートル地点付近で、初狩りが、食雷損傷し、全部に浸水するも、いずれも沈没はしなかった。同日中に、船団は、香港に到着した。13日、栗は、香港を出港し、 14日にアモイに到着し、作業隊と合流して、帰還となる。15日、作業隊はアモイを出港し、北緯25度02分時計119度15分、北緯25.033度時計119.250度、25.03319.250の、水深30メートルから40メートルの地点に、沈没したタングの船体を発見。 この船体を中心に作業を行った。17日、作業隊は連番に到着。18日、作業隊は連番を出港して作業を行う。19日、作業隊は草所に到着。20日、作業隊は草所を出港して作業を行う。同日、作業隊は連番に到着。十二日、作業隊は連番を出港して 作業を行う。同日、作業隊は高尾に到着。24日1に、作業隊は高尾を出港し、1854に現場に到着して、作業を行う。28日、作業隊はタングの管内に入れなかったものの、管の外部で調査を行って、タングの一部を拘束し、タングの船首に部位を取り付けた。しかし、南岸低気圧の影響で、 現場海域の天候が悪くなり、作業は次第に困難を極めた。また、大陸基地からの B-25 などの飛来が何度かあった。30日、作業隊は高尾に到着し、栗は作業隊と分離する。12月2日082号、栗は高尾を出港し、3日1040、南、沖島方沖で、師匠山白地を出港して航行中の保冷山。 船団と合流し、船団護衛を行う。4日1434、船団は、香港に到着した。9日0743、輸送船2隻で編成された、他902船団を護衛して、香港を出港。その後、東、沖手島付近で船団と分離し、11日1617に、アモイに到着し、作業隊と合流した。 12日0745、作業隊はアモイを出港して作業を行う。22日1506、作業隊はキールンに到着。25日をもって作業は打ち切りとなったため、キールンにて作業隊は解散した。一連の作業での成果は実質なかった。同日0650、栗はキールンを出港し、26日2112、香港に到着。 29日1745、輸送船一隻で編成された、キールに行きのた901船団を護衛して、香港を出港。アモイまで護衛する。その後上海に戻り、上海周辺の紹介に従事する。1945年2月2日零2零2、北緯25度40分統計119度49分、北緯25.667度統計119.817度、 25.667119.817の海団島小足湾北方 10km 地点付近で、4003戦団に加入して、上海に向かっていた貨物船カツウラマルが砂浜に座礁し、護衛艦である第102号総海艇が海団島トリップレット岩南側で暗礁に触れて損傷し、浸水してしまう。これの救援のため、栗は現場に移動する。 8日夜、勝浦丸が乗員と兵器を下ろした後、罪にごと焼却処分とするため火を放たれ、炎上した。8日、初狩りが現場に到着して、救援を行う。9日085零、栗は初狩りに後を託し、上海へ移動。以降、上海周辺の紹介に従事する。3月23日、栗は上海近海で紹介に食らいし損傷する。これにより、 上海に移動し、修理を受ける。この時、対空兵装の強化が行われた。3番砲と2番砲後の96式2 5ト、mm、ル連装機銃2機、3連式6 5ト、mm、ル機銃後部魚雷発射管が撤去され、2番砲後に棒立て付きの3連式8トル単装広角砲1門を取り付けた。また、 96式 25mm 連装機銃を、環境直前に2機、1番砲、直後、2番煙突後方にある単焦灯の直後、3番砲後に1機ずつ、装備したほか、93式 13mm 機銃を、ウェルデッキ両元、後部魚雷発射管後両元、3番砲後後方の、甲板両元に1丁ずつ装備した。修理完了後、4月11日に、 五省に移動し、連と共に、船団護衛を行う。船団護衛完了後、上海に戻って、上海周辺の紹介に従事する。六月十日、輸送船六隻を解剖艦和説と共に護衛して、上海を出港。船団護衛完了後、上海に戻って、上海周辺の紹介に従事する。二十五日、連と共に、陳島に到着。以降は、 河北方面で戦乱護衛に従事する。8月15日、終戦。栗は無傷で、陳太貸に所在。8月22日、連、第21区戦隊と共に、陳太を出港し、24日に、新川に到着する。その後、新川を出港し、29日に、陳海に到着。9月16日、武装解除がされた。10月4日、連と共に、 深海を出港し、富山に移動。富山港内で確認総会に従事する。作業中の同月8日、富山港府の瀬東台355度350メートル地点付近で、触来し、沈没した。1945年10月25日に除籍された。艦長たちの軍艦誌372から373ページによる。アメリカ側記録では、 この時ソーリーは、小小丸5385を撃沈したとしているが、スケダイ25戦団の中にそういう船舶はいない。アメリカ海軍公式年表では、ウェールズ丸を損傷させたとある。小間宮新七郎によれば、4月29日高尾発、マニラ行きの玉17戦団に、陸軍輸送船ウェールズ丸が所属しているが、それ以前の行動は同書に記載がない。 高尾在白中の10日に特設総改定から類別変更。落語家の春風亭流将が陸軍五長時代に乗船していた輸送船。ありがとうございます。